アニマルリボルトバトルシミュレーター。皆さん、この実況待ってたでしょ。相変わらずあんまこのゲーム流行ってないけど待ってたでしょ。いやー、見てお分かりの通りですね。アップデートが入りました。タイトル画面のクオリティがものすごく上がってる。なあ、アニマルリボルトバトルシミュレーター、クオリティ上げんな。もうタイトル画面にいたさ、あいついなくなっちゃった。結局ゲーム内で一度も出てこないでいなくなっちゃったよ、あいつあいつどこ行ったんだろう。これなんか日本語とかさ、キャラ名とかも変わっちゃってんのかな。前回ファンタスティックビーストやって、ここ続き同じテーマなんだよね。でもちょっとさ、ぶっ飛ばしてさ、デッドライジングやってもいいかい。ファンタスティックビーストもいつかやるから、このデッドライジングが気になっちゃうのよ、このボスみたいなやつが。まず行きますね。お、ロード画面もおしゃれにしてんの。なあ、こんなおしゃれにしなくていいって。わ、ここは変わんない、安心する。なんかここはあんま変わんない安心する、ここのクオリティあんま変わってねえなで、古代人か。あちゃ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 あ、痛かった。あちゃあちゃあなあ、ちゃあちゃあじゃん。で、他はクリクサクスクカクリクリクサククリクスクリクサスザ、読みづら。え、今月一番読みづらい生物、クリクサスザガ、もう二度と読まない。何？クリクサスザガウル。しまれた？で、ルーマナス。ルーマナスは知ってんね。チュールトンの騎士？誰？チュールトンの騎士誰？スパルタ戦士。スパルタなの？あ、結構スパルタの教育をする感じの戦士で、スパルタ戦。ハサー。ハサー初めて見た。いや、無理よ。いや、わかるよ。みんなはハサーとか見たいわけじゃん。ハサー、スパルタ戦士、チュールトンの騎士みんな見たいって言うけど、俺はアーチャーアーチャー。今日はアーチャーアーチャー。ごめん、操作確認していいですか？いやー、ちょっと新キャラ見たいのもわかんだけどさ、アーチャーアーチャーと感動の再会果たしちゃったんで、今回はアーチャーアーチャー軍団でいきますね。手前からアーチャーアーチャー、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 頭おかしくなるね。で、今回の敵は誰なんだ、こいつは。なんか闘牛みたいな感じなのかな。私のカメラワークぐちゃぐちゃで酔うかもしれないんで、頑張って皆さん耐えてください。どうにかして耐えてくれ。じゃあ行くぜ、スタート。いけ、あちゃ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 が飛ばされてくる。あちゃ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 、頑張れ。あちゃあちゃ、もうね、この実況あちゃ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 、結局あちゃあちゃなのよ。皆さん、アニマルリボルトバトルシミュレーターやってないと思うんで教えてあげますね。このゲームは結局アーチャーアーチャーなのよ。じゃあ次に行きます。ちょっとアーチャーアーチャー禁止、何回言ってんだろうね今日。アーチャーアーチャーに会えた喜びが大きすぎてずっと読んじゃう。みんな言いたくなっちゃうのよ。アーチャーアーチャーって今日いるかな。アーチャーアーチャーずっといんね。もういつも一緒、どこでも一緒。お前は俺にとってのトロなんだよ。どうしよう、違うの行く？チュールトンの騎士とかさ、ちょっと一回やってもらおうか、チュールトンの騎士。で、ハサー。ハサー頑張れる？ハサー頑張れるかな？ハサー。ハサーにも行ってもらおうか。で、スパルタ戦士、スパルタ教育で有名なスパルタ戦士を前に3体置きまして、で、ルーマナス。皆さん、今回私はアーチャーアーチャーから卒業しようと思います。なんかね、ずっと依存してた。俺はね、アーチャーアーチャーに依存していたんだけど、今回は離れる。そしてこいつ、読みづらい名前ナンバーワン。クリクサスカザク、もうな、腹立ってくるわ、こいつ読んでると。クリクサス、サ、ザカ。スパルタ教育戦士、スパルタ教育戦士もここを置きまして、中東の騎士もここに置くしょ？中東の騎士を置いて、ルーマナス強い気がするんだよな。なんだかんだルーマナス強えから、あ、これで終わりだ。これで皆さん行ってみていいですか？で、敵はどんな感じ？なんかミノタロスみたいな感じのやつと、あ、人狼だ。これでも人狼だな。俺前回使ってたもんな、人狼。じゃあ行きましょうか。それではスタート。さあ行ってらっしゃい。もう数の暴力で勝てるでしょ。あ、敵なんか出てきたぞ、新しく。あー、もうぐちゃぐちゃでよくわかんない。ハサハサどう行く。ハサハサ頑張れ。ハサハサどう行ってる。ハサハサいいよ。ハサ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 、あ、馬だけになっちゃった馬だけになっちゃった。馬ハザーでもなく飛ばされてるルーマナス馬あっちやりゃ
馬頑張って、馬もう逃げるな、馬馬戦う、待って、こっちも馬だけになっちゃった、全然勝てない、全然勝てない、馬馬馬ってな、馬飛んでくボロ負けじゃねえか、ボロ負けじゃねえか、誰が足引っ張ってたのか全然わかんねえ今の戦い誰が足引っ張ってたのかわかんねえ。ハサーこんなにいらねえ説出てんな、ハサーハサーお前こんなにいらねえかもな、もうハサーから途中馬になってたもんな、ただの馬だったもんな。これでいってみるか、メインは中トンの騎士、中トンの騎士がどれぐらいできるか、これで負けたら中トンの騎士が足引っ張ってんじゃないかなって思う。でハサーに関してはあんまり期待してない、ハサーに関してはうわ誰がどこ、うわージノめっちゃ落ちてく、めっちゃ中トーン、めっちゃ落ちてくじゃん、何で攻撃、ハサーハサーハサー頑張れ、ハサーハサーハサー立て、ハサー立て、ハサーハサー頑張れ、うまーになっちゃった、うまー、あこいつめっちゃ強い、うわこいつめっちゃ強いんだ、このミノタウルスみたいなやつめっちゃ強い、うわすっごい角、すいませんチートだとは分かってるんですけど、いよいよアーチャーアーチャーを配置してしまいました。アーチャーアーチャーがいなきゃ俺は勝てないんだなって。結局アーチャーアーチャーに、見てこのアーチャーアーチャーのたくましい姿。サンダルよ？サンダルよまさかの。すね毛の表現はいらねえだろ。なんでお前なんか今からスイカ割りでもすんのかこいつ。ここにアーチャーアーチャー置けんじゃない？置け？あーちゃーあーちゃー、これさ赤くなってるけどさうまく置けると思うんだよね。ここここここ来た、あーちゃーあーちゃーすごい、ぴょんぴょんぴょん、立て立て、あーちゃーちゃーあーちゃーちゃー、立て立った立った、あーちゃー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 、さあ戦いを見守るとしよう、行ってこい我が戦士たちよ。これは何で吹き飛ばされてるよな、完全に人狼のジャンプか、人狼のジャンプで吹き飛ばされてんだ。あーちゃーあーちゃーいいぞ、あーちゃー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 がやられる、あーちゃーあーちゃー気に引っかかってんだ、これまだいけるか、ルーマナスも全然うまい、スパルタ教育戦士、スパルタ教育戦士強いぞ、スパルタ、あ意外とみんなやってんじゃない、スパルタ教育戦士勝った勝った、スパルタ教育戦士、あーちゃー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 、結局あーちゃーあーちゃー、え嘘、あーちゃー、このゲームね良くないと思うわ、あまりにもあーちゃーあーちゃーが強すぎる、ちょっとそれは良くない気がする、チートになってきてる、コストも低いからさ、いやこのおしゃれなローディング腹立ってくんな、すげえいいゲームになんじゃここは。今回の敵はなんだ、ごめん先敵見ていい、おっと骸骨スケルトン軍団みたいな感じなのかな、スケルトンの兵士みたいな感じで、お墓があって、ただ敵自体はめちゃめちゃ少ないよね、今回やーちゃーちゃの弓がさ通らないとかあんのかな、あ、現代人もある、大胆なメリー、怒った女、スローボー、クロスボー、アネコ、全員嬉しい、全員嬉しい、やべ、泣きそうなぐらい嬉しい、久しぶりみんな、え？マジで久しぶりじゃん、え、何ヶ月ぶり、すげえ、クロスボー、アネコなんて超久しぶりじゃない、答え、あ、いるね、いつものメンバー、待って、これ奇跡のコラボ実況なんじゃない、アーチャーアーチャーと大胆なビリーとかがコラボする、おい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 、 YouTube 界に激震だぞ、すごいコラボが起こるぞ、これ古代人&現代人ちょっと組み合わせていいっすか、ねえ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 、みんなに確認してもらいたいんだけどさ、クロスボウアネコの顔ね、俺あんま覚えてなかったんだけど、ちょっと見て、こんな顔だったっけ、クロスボウアネコこんなんだったっけ、ねえ絶対違ったよな、そしてその攻めた髪型何、よしこれでいこう、テーマはね、びっくりするぐらい固まって動く古代人と現代人、全然距離取んない古代人と現代人でいきます、スタート、さてお前ら頑張ってこいよ、だいぶ本当に固まって動くんだね、スローボー見ろ、スローボーが距離を戦った、スローボー距離を戦った、スローボースローボー来てるぞ、スローボー頑張れ、スローボースローボー逃げろ、スローボー早っ、これ全然スローじゃない、え、クソ弱くなかった今、なんかびっくりしちゃうぐらい弱くなかった、ちょっとガチの戦い方しますね、大胆なビリーが壁になって、クロスボウアネコアーチャーアーチャーの奇跡のコラボで攻撃する、これで一個、さあ大胆なビリーよ、大胆、なんだ今、なんだ、クロスボウアネコじゃないか、クロスボウアネコじゃないか、え、クロスボウアネコ、クロスボウアネコ噴射、クロスボウアネコ、弓使い強すぎない、このゲーム弓使うキャラ強すぎないか、ちょっとクロスボウアネコ、クロスボウアネコのクロスボウ爆発してたぞ、もう
さて、おっとちょっと薄暗くなってんな。敵はさっきと同じか。このスケルトン軍団みたいなやつが大量にいるってだけか。え、だったらさ、今の同じ大胆なビリ&クロスボーアンドアーチャーアーチャーでいけちゃうんじゃないのかなって思うんだけど。大胆なビリ、ただな、怒ったジョーがな、さすがに怒っちゃうんじゃないかなって思うんだよね。大胆なビリばっか使うじゃん、怒っちゃうぞみたいな。それこそ怒ったジョーになるって、なんだこの話。これいけっかな。怒ったジョー軍団&クロスボーアネコ二人、双子のクロスボーアネコでいこうかなって思うんだけど、これどうだろう。さあ開始して、クロスボーアネコがさ粉砕してる。待って、お前怒ったジョーもまとめてやっちゃってクロスマンで、こう怒った状をまとめて、うわ強っ。クロスマン逃げろ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 、ああ逃げられた。クロスマンで逃げろ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 。皆さん分かりましたよ、私これね、多分クロスボーアネコだけでいけると思うんだよね。ムツゴクロスボーアネコでいくわ。さあ行ってこい。で、前にあんまり攻めすぎんだよ。前に攻めすぎないようにして遠目から撃つ。そうそう、サポートサポート。一人のクロスボーアネコがやられたら他のクロスボーアネコがサポート。まあ、固まったクロスボーアネコは弱い。固まったクロスボーアネコは弱いから、誰かが、そうだな、ルーマナスかな。ルーマ、いや大胆なビリー。でもこれさっきの怒ったジョー作戦と一緒な気がするんだよな。これで勝っちゃったら怒ったジョーまた怒っちゃうよね。大胆なビリーじゃないですか結局みたいな。コスト倍もあんのに僕負けちゃったんですけどみたいな感じになっちゃうもんな。大胆なビリー、これ活躍しちゃうんじゃないの。ただクロスボーアネコがまとめて大胆なビリーやっちゃってんのよね。クロスボーアネコが他のサポート、いいよいいよ、逃げるな逃げるな、撃て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 、さあ、おいいぞいいぞ、撃て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 、逃げるな。にクロスボーアネコ、そこ勇気持ってクロスボーを撃つことが大事なのよ。逃げるから背を向けるなって。白ひげは背を向けなかったぞ。あ、スパルタ教育戦士だけでやってみる。一回一回スパルタ教育戦士だけで戦わせてみる。あのね、分かったの、クロスボーアネコって味方ごと撃っちゃうのよ。なぜか分かんない、おバカなのか分かんないけど味方ごと撃っちゃうので、一体のアーチャーアーチャー、これで行ってみよっか。ちょっとさ、スパルタ教育戦士が強いんじゃないかなと思うんだよね。ここでちゃんと1対1でやり合えてれば、でアーチャーアーチャーも遠目から撃ってくれる。スパルタ教育戦士やれてる。やれ、もう弱っ。スパルタ教育戦士めちゃ、あーちゃ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 はもっと弱いの。これスローモーは味方撃ったっけ。とりあえず行ってみっか。ルーマナスは、ルーマナスはスローモーの確実に撃ってく。スローモー、スローモーかけ、いやダメだダメだダメだ、こうなったら逃げろスローモー、逃げろスローモー、早く逃げろ。そこは逃げるスピードはスローになんな。挟まれるスローモー、ぐちゃぐちゃな、うわはさがま、はさ、馬になっちゃうの。はさ、馬、うわ弱っ。ハサーからの、ウマーからの、弱ー。行ってきなさい、チームルーマナス。あなたたちは強いんだ。ルーマナスチームは、よー。え、早っ。秒殺じゃない。ある程度の距離を空けて、クロスボーアネコが撃つ時間を稼ぐ作戦にしてみました。クロスボーアネコがまとめて撃っちゃうのは仕方ないけど、これで、一旦、いいよいいよ、クロスボーアネコ撃っちゃおう、クロスボーアネコ撃っちゃおう、クロスボーアネコ撃っちゃおう、撃っちゃおう、クロスボーアネコ撃っちゃおう、クロスボーアネコ強っ。クロスボーアネコゲーになってんじゃん。クロスボーアネコゲー。さて、これで半分まで来たな。なんかさ、ステージがちょっと面白くなってるよね。朝だったり夕暮れだったりさ。おおこれ、おい、こんなテンション上がんの作ってくれ。すげえ、この骸骨動き出すってことなのかな。急なアリ、急なアリ来た、急なアリ来たよ、急なアリ来たな。にいるじゃん。え、なにこれ。おいおいおい、これは猫か。え、突然変異の、おいおい、アーチャーアーチャーとかクロスボーアネコとお別れってことか。突然変異の霊長類、久しぶりだな、おめえらも。おい、お前らも久しぶりじゃねえか、おい。うまっ、懐かしい懐かしい。発射物のゴリラ、痛い痛い痛い、うんこだけのやつだな。バーサーカーゴリラにノックアウトゴリラね。ウルベリーだ、バーサーカーゴリラノックアウト、ウルベリーだ。おいおいおうおうからの粉砕来ましたね、海馬社長ですね。で、シミタリナ、ウルベリアの上位互換、シミタリナからのコールハンマー、巨人のゴロ。でかすぎるが上に、首からの上、巨人のゴロ。巨人のゴロはどれぐらい、意外と小さい。これも巨人のゴロで行くわ。ギリギリの場所に立つ巨人のゴロで行くわ。土下座のゴロになっちゃってる。どうした、巨人のゴロ、だって巨人のゴロ。え、あ、1個分もう消費しちゃってる。特等席で見ようぜ。
見ろこの引き締まったケツを、行ってこい巨人の五郎三兄弟、さあ行ってこい巨人の五郎三兄弟、どういう、おお来た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 、奥から来た、おお巨人の五郎いいぞ、巨人の五郎やってるぞ、これすごいチームプレイ、何すあまさかの投げもうドンキーコングなのよ、技が六夜のドンキーコングだよ、もう掴んで投げるじゃないのよ巨人の五郎頑張れ、あと一人の巨人の五郎、巨人の五郎頑張れ、巨人の五郎、なんで思ったより弱いの。ウルベリラって確か爪のやつだよね。でシミタリラは左手をビーンって伸ばして相手を引き寄せる。あーウルベリラ、シミタリラ、シャングリラ、リルラリルハ、あと思い浮かばない。発射物のゴリラめっちゃ置けるんじゃない。発射物のゴリラめっちゃ、あ、そっか、30までしか置けない、コストはもったいないけど、ちょっと30発射物ゴリラやってみていい。30発コストがだいぶもったいない、420分を余した状態で30発射物ゴリラでいって、おーいいぞすげえ発射物ゴリラ弱いかもしんないけど、うんこ投げろ、うんこだ飛ばせうんこ投げろ、発射物ゴリラ、うわこれ待って、発射物ゴリラうまく使えばさ、なんかそんなに悪くないんじゃない。巨人の五郎三兄弟とそんなに変わってない気すんな。分析完了。よし、ちょっと粉砕チームを前に置くわ。粉砕チーム確かこれぐるぐる回る、粉砕チーム、粉砕、逆に粉砕されてない、粉砕チーム逆に粉砕されちゃってんねん。ただこっちには発射物のゴリラ、うんこ投げ軍団構えています、構えています、うんこをどんどん投げる、うんこをどんどん投げるよ、うんこどんどん投げるよ、うんこうんこどんどん投げよう、どんどん投げよう、ただダメージとしては低いのか、どんどん投げよう、うんこどんどん投げれるか、うわたそっか、うんこ発射までに時間かかんだね、発射うんこが時間かかんのか、頑張れお前、あと1体のうんこ、うんこ1体のうんこ、あーまあ同時打ちか、いやうんこが弱えな。これいいんじゃねえのか、両サイドに発射物のゴリラ配置で、真ん中に強キャラを置くの、巨人のゴロウにコールハンマー、そしてノックアウトゴリラ、ここで時間を稼ぐと。で巨人のゴロウのケツの匂いを嗅ぐバーサーカーゴリラ、これでちょっと行ってみようかなと思います。さあ頑張ってこい、さあ頑張ってこい、最初でそこで時間稼ぎ、強いね、ここ今悪くないよ。でうんこ軍団、うんこ軍団もここから遠距離攻撃、遠距離うんこ軍団、近づいて近づいてうんこの準備をして投げる、素晴らしい素晴らしい、巨人のゴロちょっとやられちゃったな、木が落ちてきた、木邪魔だね、すっごい邪魔なところに木、木にやられんのお前、うんこ木にうんこを打って跳ね返ってくんの、めっちゃ投げるじゃんコールハンマー、コールハンマーね、めっちゃ投げるじゃん、すげえ戻ってくる、マイティーそうだよそれ。このゲームね奥が深いわ、アニマルリボルトバトルシミュレーター奥が深いよ、もっと人気出ていいと思うもん、なんで流行ってないんだろうね、エーペックスとかと同じぐらいの人口やっていいと思うんだけどな。さあ行こう。そして私考察完了しましたよ、古代人、現代人、そしてゴリラ軍団の中でも強キャラがどこかにいると。アーチャーアーチャーだったりコールセンター、コールセンター、コールセンター、コールセンターコールセンターじゃねえ、あいつの名前思い出せねえ今回いるからゴリラ、あいるいるいる、コールハンマーコールセンターなわけねえななんで急に電話かけてんだコールハンマー、古代人はアーチャーアーチャー、現代人はクロスボウアニコ、そして霊長類はコールハンマー、こいつらがめちゃめちゃ強いっていうのが分かった。ちょっとコールハンマー軍団で行ってみる、すげえ強くないコールハンマー。3、あ、そっか、コストがちょっか、140が高いんだよな、巨人のゴロはな、あんま強くねえから、コールハンマー1体置いて、粉砕。これ、前線、おうおう4台じゃ足りねえかな。おう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 じゃ無理か、おう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 じゃ無理かな、ルート246じゃ無理なのかな。ちょっと、シミタリラかな、粉砕行こうと思ってよ、今。フまで行ったけど、シミタリラここに置くって大事だと思うんだよね。で404、あと56使えるわけでしょ。ごめん、これ考えなきゃいけないのよ。東大入ると同じぐらい難しいのよ、このゲーム。ウルベリラで行く。ウルベリラ一体ここ置いとく。うわ、これちょっと読めないね。これちょっと読めないんじゃない？敵のさ、あの猫軍団がすげえいっぱい。あいつらが襲ってきたら、待って、骨の中にもいるんじゃん。めっちゃいいんじゃん。これ無理か？いや、無理だと思うから無理なんだ。いけると思ったら逆に言うといける。さあ行ってこい。粉砕、玉砕、大喝采をしてこい。で、ここで噴射物、うんこゴリラ軍団が、うんこマンが投げまくって、おぉ、これは終わる、これは終わる、逃げろ、うんこ、逃げろ、うんこ、うんこ逃げろ、うんこ逃げろ、お前頑張って叩こうとすんな、一生懸命、ああ、お前はよくやったよ。うんこが最後出ずに終わったから、ちょっとね、
うんってなってるかもね。俺ちょっとコールハンマーに期待しすぎてんのかな。あ、プレッシャーになってるかもしんねえな、コールハンマーが。あんまそんなに期待寄せられてもみたいになっちゃってるかな。ちょっとコールハンマー、ほらコールハンマーな、え、コントロールガバガバコールハンマーだけど大丈夫で、こいつ、いいよいいよ、こ、体力がどれくらいある、頑張れコールハンマー。あ、もうハンマーの手前、連れてかれた連れてかれた、コールハンマーが連れてかれてる、コールハンマーが連れてかれてる、ダブルコールハンマー、ダブルコールハンマーでいけ、ダブルコールハンマー、頑張れ頑張れ頑張れ、いけるぞ、いけるいけるいける、熱い戦い熱い戦い、コールハンマーコールハンマーコールハンマー、いけるか、コールハンマー、まだいける、コールハンマー頑張れ、コールハンマー頑張れ、コールハンマー頑張れ、熱い、コールハンマー、いったいったコールハンマー、いったいった、コールハンマー、お前はすごい期待されてないプレッシャーだったかもしんないけど、見ろこの青空、楽しい楽しい時間もあと3話で終わりになってしまいますね。さあ行きましょう。コールハンマーが本当に強い、困ったらコールハンマー、うわ俺の範囲狭、俺の範囲狭くない、絶対このお墓から誰か出てくるじゃん、絶対この箱の中に誰かいるじゃん。待て、ここは、うわ、バラバラに配置されてんの一番嫌いなのよ、俺。固まって動いて欲しくて、これ俺今回は誰だい？ファンタジー？ファンタジー？え？ What？ ファンタジー？人狼！お前らも久しぶり、お前らは多分前回一緒だったもんな、前回パーティー組んだやつらだ、人狼懐かしいな、覚えてる覚えてる、ミノタウルスにゴルゴン、ヒルジャイアント来ました、夜になったら夜ジャイアントになるヒルジャイアント、そしてワイバーンの戦士にヒドラちゃん、うわー懐かしいね、こいつらがヒドラ頑張ってくれてたな、前回ヒドラ頑張ってくれてたんだよな。ワイバーンの戦士、いやこれ誰だ、空中ワイバーンの戦士ってね、意外と勝手に落ちちゃうのよ。一回見てもらおうかな。一回みんなに見てもらおうかな。空中ワイバーンの戦士の、なんか変な感じに弱いとこ。で、人狼を一体だけ置きます。ちょっと空中ワイバーンの戦士見てて。なんかね、こいつら掴んで外に行くにはいいんだけど、自分も落ちてっちゃうの。さあ行ってらっしゃい。いいよ。優秀な感じに見えるじゃん。すごいよ。外に連れてく。何してんの何してんの何してんの、な、な、お前普通に旅行すんな、外気持ちいいなじゃねえんだ、旅すんな、外気持ち、そうそう、連れてけ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 、長時間連れてけ、お前の血じゃないよなそれ、いいよ、意外と頑張ってるよ、人狼はきっと死んでます、きっと人狼は死んでます、落ちるなよ落ちるなよ落ちるなよ、みんな意外とワイバーン、お前ら頑張ってるっていうか、こいつきっと墓から出てきた、おい親分がいるぞ、親分がいるぞ、ちょっと親分を連れてく、親分を連れてく、親分を、親分容赦なく落とすな、最後まで取っとけ親分はお前サイトにショートケーキのイチゴ食う派だな、あのワイバー、待って、3体ともいる、3体ともいる、みんないる、あれ俺の知ってるワイバーの選手じゃない、俺が知ってるワイバーの選手はね、勝手に落ちてくの、勝手に外に落ちてくの、体力が切れて、なんでお前らめっちゃ頑張って、有能有能なワイバーンの選手たち、みんな有能、しっかり外に連れて行こうとしてくれる、連れてってる連れてってる、しかもこの地はこっちの地じゃないんだね、有能だな、お前ら一体一体でいいよ、あ、でもボスっぽいやつらまだいんな、まだボスっぽいやつらがいるから、しっかり掴んでって、しっかり掴んでって、素晴らしい、ただ攻撃、一瞬の攻撃をされるから気をつけろよ、飛ばせ飛ばせ飛ばせ、外に飛ばせ外に飛ばせ、ちょっとこれ外にこっから見といた方がいいか、ワイバーンが3体とも生きてんね、うわもう俺神の目線ですよ、こんなんただ時間が経つの待ってるだけでいいからね、これワイバーンの戦士一体もやられない気がすんな、外に投げて外に投げて、あいつ外に投げんのか、なんでさ外に置いていこうとしない、投げんの投げんの投げんの、いや嫌なやつめっちゃ嫌なやつじゃん陸に戻してくれんのかなって思って、奥まで行って投げんのかい、おーっと残りが減ってるな、これワイバー2体でもまあいいっちゃよかったのか、時間がもったいなかったか、さあ陸に戻してあげるの、陸に戻してあげるの、戻すんかい、でも戻しても倒してるから、ワイバーンが頑張ってる、ワイバーンが捕まってるか、ワイバーンの選手頑張ってるか、さあこれであとはどれぐらいだ、でも3体残ってるし、これも掴んだまんまだから、これは勝ちましたね、残りが3体4体5体ぐらいなんで勝ちましたね、お前は頭ぶつけたな、そこ、いやもう画面から消えんなお前ら、ちょっと飽きちゃってんのよ俺、今これずっと同じ画面だから、勝ったんじゃない、あと1体いるね、でみんなで、いやその2人で1体を狙いに行こうとすんな、でこれ外に投げて終わりかい、外に投げて終わりなんじゃない、投げてあげなさい投げてあげなさい投げてあげなさい、陸に戻すんかい、勝ったんじゃない、いや素敵
無傷無傷、これ一発でいっちゃった。ワイバーンの精神めっちゃ強くなってね。おいおいおい、来たぞ。皆さんお待ちかね、このボスキャラ、こいつが何なのか。だってさ、今までの敵で全く、いや全然違うタイプだよな。ごめん、今すごい興奮してるけど、これ今朝4時11分なんですよ。さて、うわー、待って、いっか。おおほほほほ、もうこいつ絶対強い。絶対に強いっていうのがわかる。どうする、どう配置するかな。220か、コスト220できたか。おい、ここで復活、あーちゃーちゃー。そしてクロスボア猫、どこ行った。クロスボア猫やっぱ強すぎて卒業してます、このゲーム。クロスボア猫、ただその代わり病弱者のコールが来ましたね。描写のコール、でもこいつ確かさ、攻撃できないんじゃなかったっけ、違ったっけ。大胆なビリ起こった女、スローモー、ここ意外とスローモー役立つんじゃない。クロスボア猫に確かに取られてた気がする、役を取られてたけど、これスローモー役立つんじゃない。いいよ。そしてごめん、ちょぐるっていっちゃったね。そして古代人のアーチャーアーチャーよ、アーチャーアーチャーで前の方をルーマナスで固める、時間稼ぎのルーマナスって言われてるもんね。時間稼ぎのルーマナスって言われてるから、ここ時間稼ぎのルーマナスして、あと60をどう使うかだな。ルーマナスからのハサーは弱いと思うの、ハサーは弱いと思うのよね。だから現代人、分かった、お前俺に訴えかけてんだ、俺を出せと。分かった、怒った嬢行こう、怒った嬢お前らは戦闘で置いてやる、これで行こう。一体だけ大胆なビリー、さあ戦っておいで、お前らのこと信じてるぞ、さあ行ってこい。これでどう戦う。おい、ボスが容赦なく、ボス最後に出てくるとかじゃなくて、普通にのらりくらりして戦ってくんだね。さあスローモーが遠距離で、スローモーが結局遠距離で、あーちゃーちゃ逃げろ、スローモー逃げろ、あーちゃーちゃ遠目のあーちゃーちゃ、遠目のあーちゃーちゃ、怒った怒った将が頑張って戦ってる。いやこいつ撃て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 、ただこいつそんな簡単にやられないと思うんだよね、そんな簡単にはやられないと思うんだよ。何それ、何、な、え、何それ、え、ん、これ無理だな。おなに、お前画面越しの俺に戦いに来るのか、おい画面越しの俺に来るのか、お前もしかして。これ以上通れません、これ以上通れません、あなたがキャラターの部分、これ以上通れないんです、残念ながら。はい、方向転換、いってらっしゃい。ちょっとスローモーの配置を変えました。スローモー歩いてから行ってたんで、ゆっくり撃てる、もうその場で何発も撃てる距離に、スローモーいいよ、いい距離感で戦ってる。これ勝ったぞ、これ多分勝ったぞ、俺は先が見える、未来が見える、これスローモーの配置が俺良すぎるもん。ただあのボスがめちゃくちゃなことしてくんだよ。おい、それやめろって、それスローモースローモー撃て、スローモー撃て、スローモースローモー撃て、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 スローモー、クソつかめ、スローモー逃げろ逃げろ、お前死んだふりやめろ、死んだふりスローモーやめろ、遠距離スローモー、スローモー撃て、スローモー撃て、スローモー撃て、逃げんだよ、スローモースローモー。最終話でございますね。あのボスを戦った後まだ話がある、これ怪しいな。そして大きなお墓、こっから待って、今のボスのミイラみたいなやつ絶対出てくるって、絶対こん中にいると思うもん、絶対いますよね、こんな分かりやすい扉があるってことは。あ、間、くそ、の、え、覗け、いるな、なんかいる、なんかいる、光がもう見えとるよ。え、動物の武器、ダイナマイト、ダイナマイト、どういうことだ、どう使うんだこれは、持たせんのか。あ、こいつに持たせる、クリクサスザガグザザウルス、クリサスザザガザウルスに持たせてみる。これでどうやってやるんだ、ここで選んで持った。持った、もうお前お前そんな顔してたんか。お前そんな顔だ。なんでスウェットなんだよ。これ合ってるよね、コスト 0.5 じゃん、コールって確か。
コスト 0.5 のコールに持たせることによって爆発させるってことなのかな。で、スローモーはやっぱ2体は欲しい。スローモーは2体は欲しいのよ。で、大胆なビリーね。大胆なビリーはちょっと後から参戦のタイプでいいね。大胆なビリー後から参戦の怒った嬢、分かってる分かってる、入れるよ。怒った嬢お前は入れるからな。大丈夫大丈夫大丈夫。そしてここにさらに古代人であるアーチャー、アーチャーも入れます。これオールスターでいくかい。で、スパルタ教育戦士、スパルタ教育戦士かな、あんま強い感じしねえんだよな。で、ルーマナスの壁で 268.5 ルーマナスの壁、これ行こう、これ行こうよ、これありなんじゃないかなって思うのよ。いってらっしゃい、ラストゲーム。さて、ダイナマイすごいよ。味方はみんなあーちゃん、あーちゃん一体だけになっちゃう。あら、あいつなんか恥ずかしい感じになっちゃった、こいつ。ね、君恥ずかしい感じになっちゃったね。うわーって来た割に終わってるみたいな。ね、今恥ずかしいよね、すっごい恥ずかしい。あ、帰っちゃうもんね。さっきので学んだな。ダイナマイトは距離を空けた方がいいってことだ。これでいけば、うまく時間を稼げる。いいよ。味方も、うわ、ちょっと近かったか。まあ、悪かないっちゃ悪かないか。そして、ここでこっちの、あっちの、あっちのスローモー、こっちのスローモーから見よう。お前ら2体のスローモー、双子のスローモーにかかってるぞ。さあ、あのボスに向かって撃て。いいぞ、逃げるなよ、逃げるなよ、スローモー。行け、もう一発、逃げろースローモー、逃げろースローモー、逃げろ逃げろースローモー、逃げろ逃げろー。来た。このね、ぐちゃぐちゃ置きをすればね、わかる、これここで、ね、これをよし、できたできた。このゲーム好きなんだよ、このガバガバなところ。見とけよ、これでぐちゃぐちゃぐちゃってやればたまに置けんのよ。くそ、来た、起きた。うん、これでいけると思う。このガバガバ精度が大好きなんですよ。さあ、爆発しろ。すぐ爆発した、すぐ爆発した。いいぞ、これ相当減らしたぞ、相当減らしたんじゃないか。撃て撃て、くそ、こいつら早いな、こいつら早いな、頑張って、うわ、強い、もうちょっと頑張って減らさなきゃいけないか。くっそー、ちょっとコールに逃げてもらおうかなと。これ時間稼ぎのコールでもあるわけでしょ。コール全然動かない。おいおい、スローモーごとやんなよ、スローモーごとやんなよ、スローモーごとやんなよ。わーわ、スローモーごとやってるけど、来た、勝つ、これ勝つ、これ勝つよ。スローモー、遠くからどこ、このダブルスローモー、ダブルスローモー。さあ、こっからは時間の勝負、遠くから撃て、遠くから撃て、来た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 、撃て、当たってない、もう一発、いけ、よし、いや強い、逃げろスローモー、逃げろスローモー、逃げろスローモー。惜しい、これ惜しいぞ、これある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 。3人が別々の道みたいな。ちょっと最初何起きてるかちゃんとあっちで見るか。あー、なるほど、こっち左の方が割と残ってる感じなのか。左の方がでも爆発いいよ。で、これでスローモーとあっちのスローモー、おっと、こっちのスローモーやれればでかいよ。こっちのスローモーもう一発撃て、もう一発撃て、無理か。うわ、ノースロー、うわ、出た、その波動弾やめろ。いや待って、これ2体、いや、ある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 、楽しい、これ割と完璧な布陣がすんな。さて、これで爆発起こします、爆発起こします。距離保ちつつスローモーで、あー、あっちの、いやでもあと2体残ってんのよ、ダイナマイトが、ダイナマイトコールがあと2体残ってるから、わ、これ一発で、うわ、一発で2発いっちゃった、一発で2発、でも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 時間稼いでる、おい、大胆なビリーが時間稼いでる、大胆なビリーが時間稼いだ、大胆なビリーが時間稼いだぞ。そして逃げろ、波動なんだけど、1対1、スローモー、スローモー、いけいけ、スローモー撃て、何しと、撃て撃て、もう一発、もう一発、もう一発、もう逃げろー、スローモー。ん、これいけちゃうんじゃない、これいけちゃうんじゃないの。ごめんなさい、俺もはや黙ってました。だってダイナマイト持ってるよこいつ。いった、これいったね。で、ここで大胆なビリーが時間を稼ぎます。大胆なビリーが時間を稼ぐことによってスローモーを撃て撃て撃て、逃げろ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 、うわー強い、こいつ、いや、いける気がすんだよなこれ、どうしても。で、コールが謎の爆発を連鎖で起こさなければ、そうそう、等間隔、ある程度の間隔を持った上であいつ爆発してくれる。いいよ、で、いいよ、撃ってる撃ってる撃ってる。で、ここも爆発、あー、連鎖しちゃった、一発もったいないね、一発もったいない、逃げろ逃げろ、お前らは逃げろ、
仕方ない仕方ない。ただこっちは大胆なベリーに、そしてスローモーが3体いる。来た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 、いてててててて、よしよし、いけるいける。冷静に、大胆なビリーで時間を稼いでる、大胆なビリーで時間を稼いでる。見て、スローモーのお互いの距離感、スローモーのお互いの距離感。そしておい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 、それはないのよ。いいんじゃない、それぞれで距離を空けたよ。それぞれで距離を空けることによって、スローモーもお互いがお互い遠くから撃つ。で、コールが、うわ、この、お前、その前のコール下がってくんなって。爆発連鎖するんだから、待て待て、スローモーの方に行くな。スローモーの方に、でもここでダイナマイトの攻撃が当たる。ダイナマイトの攻撃が当たるぞ。ダイナマイト行くぞ。行った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 、これ食らってんじゃない。そしてスローモーに、おのおのの角度から行って、さあ連続でスローモー、遠くからスローモー撃て。スローモー撃ってるよ、スローモー撃ってる。で、こっちも遠くのスローモー、遠くのスローモーで一発撃って、もう一発撃って、もう一発撃って、もう一発撃って。さあ行け !1 対1、ダイナマイトのダメージは食らってる。一発当たってないよ。スローモー。スローモースローモー、実績のロック解除しました。皆さんの画面には映ってないですけど。やってしまいましたね、ついに。僕はね、感動で泣きそうですよ、このゲーム。一人称シューティングマップっていうのはなんかわけわかんないんで、これ放置してるんですけど、残るはこのファンタスティックブイストの下、赤いコブラ、いや、この2つ、クロスボウ、アネコ軍団、アーチャーアーチャー軍団。おいおい、面白そうだな、残りも。そして、ここで終わりかと思いきや、いつものコーナーに行きたいと思います。こんなあったっけ？え？なんかめちゃめちゃ増えてない？なんか、え？あ、でも変わんねえか。草食動物とか。なんかすっげえ増えてる感じするんだけど、そんな、ロケットエリーとか懐かしい。こっち、何？あ、武器とかが増えてるってことなのね。あ、そういうこと、機関銃、機関銃やべ、ちょっと面白そう。地獄、あ、これなかったよね、地獄って。何こいつ？誰こいつ？こいついつか出てくんの？カプリコーンザデーモン、名前かわいい。カプリコーン？カプリコーンザデーモン、名前かわいい。機関銃を持った大胆なビリーバーサス一撃必殺を使えるカプリコンズ。でも大丈夫かあいつ、大どこ行く、大丈夫か、行けもうギャグじゃねえか機関銃勝てるか、ギャーもうダメだ、頑張れ頑張れ、機関銃弱い、頑張れ頑張れ、怖いな怖いな、怖いよな怖いよなすげえ、なんか圧巻だなこのゲーム。うわっ